はい、こんにちは、青と申します。今からスマホアプリ天下百剣山の実況を始めていきたいと思います。今回は1月15日金曜日にプロデューサーレターでお知らせがやってきたかと思いますが、大事な情報が多く含まれていたので改めて情報を整理し皆さんと確認していきたいと思います。内容としては1月半ばから後半にかけてのスケジュールと4月までの改修調整の予定についてとなります。スケジュールの日程の図をドーンと出しておきますので、そちらを確認していただきながらお話していきたいと思います。まず1月19日火曜日に極み開花の調整第2弾のためメンテナンスがやってきます。図にある薙払いタイプと強撃タイプが調整対象となりますので、自身のお迎えしている密輪がいるかを確認しておいていただければと思います。今後の調整スケジュールに赤く記載されていますが、今回は極み開花がリセットされるのは対象となっている蜜剣だけなので注意してください。前と同じ感覚で開花してしまうとリセットされず泣きを見ることになりますので、重々承知しておいていただければと思います。最悪3月から4月にかけて調整第3弾があって、そこは全リセットとなるようなので、間違えてしまっても一応取り返しはつくようにはなっています。次に1月20日水曜日よりお宝争奪大作戦ベータ3版が開催されます。変更点について読んでいきますのでお聞きください。全体の変更点です。協力モードと競争モードを同時開催します。縛りありの任務の報酬を縛りなしよりも多く設定します。ベータ2版で発生した不具合を修正しました。ここからは競争モードの変更点です。お宝メダルが獲得できるようになり、獲得量は順位に応じて変化するよう設定します。蜜剣同士で攻撃が当たってしまってものけぞらないように調整しました。最後に協力モードの変更点です。先頭にいる蜜剣と最後方の距離が大きくなり、ワープが発生しそうになる際、先頭の蜜剣側にもワープラインを表示するよう回収しました。リザルトで表示される貢献度の花びらの数の判定基準を調整しました。ベータ2版ではコイン貢献とダメージ貢献のうちコイン貢献度に偏りがあったため、ベータ3版ではその比率を調整していますとなっています。実際のところはプレイしてみないとわかりませんが、以前より遊びやすくなっているとは思いますので期待したいところですね。このイベントはいわゆるお祭りイベントなので、肩の力を抜いてゆったりプレイしていただければ良いと思います。次に2月1日月曜日より定常特別ガチャその1が開催されます。図にある特別バージョンの蜜剣が廃止されるガチャなんですが、なんと工場ガチャと同じく天井が100連です。また無償席で引けて蜜剣の最高レアの排出率 3% のうち 2% で特別バージョンの蜜剣をお迎えできるなど、なかなか思い切ったガチャになっています。お迎えしていない蜜剣が多い隊長さんは引く価値は十分あるガチャだとは思います。ただ一つ注意点です。特別バージョンの排出率は 2% ですが、対象の蜜剣が10振りいるので1振りあたりの確率は 0.2% になると思われます。つまり一点狙いだと天井を覚悟しないのであれば闇だということを十分に承知した上で引いていただければと思います。それとこのガチャなんですが、金貨100で1日1回引けて、かつガチャ回数の翌月の繰り越しがあるので、課金できる方は毎日引いて長い目で狙っていくのが確実かつ安上がりになりますので、覚えておいていただければと思います。次に1月26日火曜日に予定している討伐特務個性の解除から、ワズ属性のダメージがより効果的になるといった回収が行われます。もともと弱点属性で攻撃した場合はダメージ量が大きくなる仕様だったのが、さらにそのダメージ量が大きくなるようです。今回のボスである青小悪の木の弱点は風属性と樹木属性なので、事前に用意しておくことを強くお勧めします。最後に2月5日火曜日よりマガスキ制圧大戦線が開催されます。最近始めた方は知らないと思うので簡単に説明させてください。一度出撃させた蜜剣や装備は他の区域、いわゆるステージでは使えなくなる仕様の中で、合計18個あるステージの完全制圧を目指すイベントです。つまり今までのように一振りだけ強い蜜剣がいれば大丈夫といったことが通じないイベントになっています。変更点について読んでいきますのでお聞きください。一つ目に、マガスキ制圧大戦線専用の装備枠を実装。通常の装備とは別で設定できるため、別の任務に出撃する際も装備の付け替えが不要になります。対象の蜜剣の通常任務での装備と同じ内容を一括で設定できる同期ボタンも設置しました。2つ目に、完全制圧の症状をいつでも見られるボタンを追加。症状を見るためのボタンを設置しました。完全制圧するたびに症状の内容も更新されます。3つ目に、クリア状況をすべてリセットできるすべてリセットボタンを設置。すべてリセットすることで編成を変えて何度でも完全制圧にチャレンジできるようになります。となっています。
変更点で私が最も注目している点は専用装備枠の実装です。やっと来たかって感じですね。いちいち付け替える必要がなくなるので、次からはとても楽になるかと思います。話は変わりますが、このイベントが最初に開催された時にとても苦労したので、皆さんが私と同じような目に遭わないよう2つほど助言させてください。1つ目にイベントが始まる前に何振りかは育成しておいてください。40レベルまででも十分なので、育成できるだけ育成しておくと楽に回れるようになると思います。2つ目に動画ガチャを回して可能な範囲でスーパーレアの腕輪を手に入れておいてください。もちろん育成が十分で、闘争が揃っている隊長さんなら必要ありません。心配だと思う隊長さんは先ほどの2つを可能な範囲で行っておいていただければと思います。はい、大まかな内容は以上となります。実は最後に話したマガツキ制圧大戦線なんですけど、今か今かと私待ってました。新人隊長さんにとっては悪夢のようなイベントですが、普段使わない剣も使ってあげられるといった意味ではとってもいいイベントだと思いますので、皆さんも全力で楽しんでいただけたらなーって思ってます。それでは最後までご視聴ありがとうございました。始めたばかりの方へ向けての動画やガチャ動画を定期的に投稿していますので、よければチャンネル登録をお願いいたします。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。